一体何が起きたんだ。この空間すごい。力が次々と溢れてくる。作戦大成功。空間に取り込めたよ。包み込むって聞いてたけど、まさか空間を丸々一つ作り出すの。シェアエネルギーを媒体にうずめの能力で形成した亜空間さ。うずめの能力。しかし、なんだこの空間は。なぜだ、なぜ力が入らんのだ。おばちゃんはおとなしくそこで見学しててよね。これからうずめたちがあんたご自慢のデカブツをやっつけちゃうんだから。さあ始めるよ。最初で最後の本気の喧嘩をさ。教えてリンス。あなたは私の相手。もう迷いはありません。誰がいるでしょう。
から切り込むわ。娘のバートね、本気で行くよ。私たちあいつに勝ったのよ。やったやったー、私たちデカボツに勝ったんだ。本当ありがとう、ありがとね、デプッチ、キアチ。礼には及ばないわ。でもまだ終わっていないわ。まだマジェコンノが残っているでしょ。ああそうだった、あのおばちゃんポット出すぎてすっかり忘れてたよ。まさかダーク女神が負けるとは。さてさてどうしようかな。やはりここは捕まえて情報を聞き出すべきではないかしら。私を捕まえるだと？今の貴様らに何ができる。けど数はこっちが上なんだよね。ならば尺だが、ここは一度引かせてもらうか。逃げる気？次に会う時まで残された時間をせいぜい楽しむことだな。逃げられちゃったね。そうみたいね。けど向こうから引いてくれてこちらも助かったわ。もうボロボロでクタクタだよ。私一歩も歩けない。私も当分は戦いとかしたくないかも。だね。けど惜しいな。惜しいってマジェコンヌを逃がしたこと？ううん、ボロボロでクタクタでお腹ペコペコの今なら冷たいジュースでもあれば最高だろうなって思って。じゃあ拠点に帰ったらみんなで乾杯しよう。って言っても当分は動けそうにないけど。よっしゃー！やば！急に大声を上げたりしてどうしたんですか？やったぜ！やっとやっとあのデカブツを倒したんだ！気持ちはわかる。しかし耳元で叫ばれる身にもなってほしいな。魚なのに耳があるんだ、どこだろう。これもネプッチとギアッチがいてくれたおかげだ。改めて礼を言わせてくれ。ありがとう。礼ばっかだな俺。はあダメだ、俺もう一歩も動けねえ。ならば今くらいは休むといい。君はよく頑張ってくれたよ。